本ビデオでは、マトラブドライブの概要とマトラブドライブコネクターのインストールについて説明します。マトラブドライブはマトラブデスクトップ、マトラブ、オンライン、マトラブモバイルの間で5ギガのクラウドベースストレージを持ち、他のユーザーとファイルを共有できるサービスです。マトラブドライブ上でファイルを共有するには？マトラブドライブコネクターのインストールが必要です。 マトラブドライブコネクタを利用すると、マトラブドライブオンラインとローカルのマトラブドライブの間でファイルが自動的に同期することができます。マトラブドライブコネクタをインストールするには、マトラブドライブと検索し、お使いの OS に合わせてマトラブドライブコネクタをインストールしてください。 マトラブドライブコネクタがインストールされると、マトラブドライブコネクタのアイコンがこちらに表示され、すぐに同期がスタートします。マトラブドライブにアクセスするには、2つの方法があります。1つはマトラブドライブオンラインです。マトラブドライブオンラインには、こちらのコネクタのこちらのアイコンからアクセスすることが可能です。また、 マトラブドライブの製品ページよりオンラインのリンクもございます。デスクトップのマトラブからマトラブドライブを見るには設定が必要です。ホームタブの基本設定ツールバー現在のフォルダを選択し このコンピューター上の Matlab Drive ファイルにアクセスを選択して OK を押します。すると、こちらに Matlab Drive のアイコンが表示されます。なお、Matlab Online,Matlab Mobile では Matlab Drive がホームディレクトリーとなります。Matlab Drive にファイルを置くことで自動的に同期され、 マトラブデスクトップ、マトラブオンライン、マトラブモバイルで自由にファイルのやり取りをすることができます。以上でマトラブドライブコネクタ、マトラブドライブの設定について説明を終わりにします。